こんにちは。今回ですね、今、ちょっと車で実家まで帰るところで、ちょっとパソコンにですね、ムービー撮りながら、帰りたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。初めてのちょっと試みなんですけど、なんかラジオみたいな感じで、なんか撮れていけばいいなと思って、今撮影してます。でもちろん、携帯いじりながらとかじゃなくて、なんですかね。普通にマイク、ピンマイクみたいなのを首元に刺して、こう喋ってて、両手もちろん塞がれてないので、全然違反とかじゃないので、それは全然大丈夫ですね。で、これから東京からちょっと、車で1時間半ぐらいかかるんですけど、まあ30分とか1時間ぐらいなんか喋りながら帰ろうかなと思って、で、今までってやっぱり運転しながら、YouTube 音声聞いてたんですよ。音声。なんか、要はインプット作業しかしてなかったんですけど、例えばなんか、自己啓発であったりとか、時間の使い方、マーケティング、あと世界経済とか、そういった、まあ、YouTube ですよね。YouTube の無料動画ばっかり聞いてて、で、まあ、常にインプットっていうのをしてたんですけど、もう音楽一切聞かないですね。車乗ってるときは。昔はなんか車乗って J-POP とかなんか、やっぱ運転しながら聞いてたんですけど、今はもう一切聞かないですね、ほんと音楽は。今も勉強だけ、インプット系のもう動画だけ見てるような感じですね。で、ちょっと車が、実家の車でボロくってナビとかついてないんですけども、東京から埼玉まで普通にもう近いんで、ナビ見ずに、普通に運転してっちゃいますね。まあ今も夜中の12、1時ぐらいですね。なので車の通りとかも全然空いてるので、まあ普通に喋ってるって感じですね。そうですね。まあ、初めてなんですよ。運転しながら逆にコンテンツを作る、アウトプットするっていうこと。要は例えば毎日、そうですね、通勤とか何かで車使う人って絶対いると思うんですよ。僕は地元は車社会なので、車がないとですね、絶対生きていけないんですけど、やっぱり僕の YouTube 視聴者の方でも、車毎日使っている方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、その方たちですね、結構ピンマイクみたいなのが Amazon とかで2000円くらいで売ってて、で、それをですね、スマホとか、パソコンに挿すことができて、で、そのピンマイクをですね、その首元のところに、洗濯バサミみたいな感じで挟むと、普通にこんな形で録画できるんですよ。録音ですね。で、例えば、往復1時間の人がいて、片道30分の人がいれば、で、例えば自分のことを15分喋れば、1日2動画、2つのコンテンツができるんですよ。で、毎日やっぱりコンテンツを発信していくと、1年間にやっぱり300本とか普通に溜まっていきますので、300本ぐらいやっぱり溜まっていくと、そうですね、多分普通のチャンネル登録者も、まあ何百人とか、本当有料級な情報っていうか、まあ、結構情報っていうのは人が求めてるものであるので、まあ結構人が求めてるものを発信していけば、まあ普通に1000人ぐらいとかはついちゃうと思うので、で1年間それをやると、例えば1年間ずっとなんか音楽を聴いてる人生だと、どう考えても音楽を聴いてる人生って変わらないと思うんですよ、未来も。だから、未来を変えるためには常に違う行動をして、違う行動をしないと未来っていうのが違う未来にならないので、で僕はもう初めて違う行動で運転しながら、ラジオみたいにですね、もう喋りながら、なんか動画一本撮ってみようかなって思って今やってるっていう形ですね。なんか喋りながらこう、運転するだけはなんか苦しくなりますね、息が。だから、運転の集中力が切れる人とか、なんか運転に集中しないとかっていう方は、多分やらない方がいいかもしれないですね。で、まあ、そうですね。本当はなんか、ライブみたいなのにして、質問とかが来ればそれに答えて、運転しながら答えていけば、こう自分も楽しめながら、頭を使いながらできるので、なんかすごい楽しそうだなって思いますね、そういうのは。あ、今、一時停止。
だ普通に一時停止しないと捕まりますよ。昔あの高校生の時、原チャリ乗ってて、原付きバイク。で、あの一時停止無視して、あと踏切も無視して、捕まったことありますね、昔。で、結局踏切無視した時に捕まえてくれればよかったんですけど、その後一時停止も無視したんで、なんかそれで2個一緒に、なんか罰金取られたんですよ。いや、最初に捕まえてくれよって思いましたね。むしろ。まだ捕まえるんだったら。いや、泳がせるなって思いましたね、その時。で、その後は捕まったことないですね。車に乗ってからは、一回も捕まったことはないですね。なんかまあ、シートベルトとかは注意されたことありますけど、なんか違反したことはまだないので。で、ゴールド免許、この前普通に、免許更新に行って、ゴールド免許になったので、その前も本当はゴールド免許だったんですけど、免許の更新がちょっと数日遅れちゃったんですよ、忘れてて。で、あれ1日でも過ぎちゃうと、なんと免許の更新がゴールド免許できないんですよ。1日でも過ぎちゃうと、それ絶対注意した方がいいですよ。免許って例えば、今だったら4月の5日までに免許更新してくださいとかハガキが来るんですよ。で、僕その最初の免許の更新の時に忘れちゃったんですよ、免許の更新。あ、やべ、道間違えた。そう。で、免許の更新忘れちゃったら普通にゴールド免許剥奪されちゃったんですよね。で、今度はちゃんと期日内に行けたので免許の更新できたので、まあ問題なかったっていう形なんですけど、まあこなんかでもいつもマインドマップ見ながら喋ってるんで、なんかうまいこと喋れるんですけど、まあうまくはないのかどうかわかんないですけど、まあ喋れるんですけど、今実際パソコンの画面も見てないし、なんか普通にただ喋ってるだけなので、多分クソつまんない動画だと思うんですけど、うわ、普通に道間違えた、最悪。どこだここ。なので申し訳ないですね、それは。全然わかんねえ。まあいいや。でもやっぱ夜中だと車とか歩行者いないんで、こう道間違えても、なんかすぐ帰れちゃいますよね。なんか普通に行っちゃえば。信号とかも別にあんまないし。で、実家帰ったんですよね。最近実家帰ったら、なんか僕、甥っ子がいるんですよ。結構仲のいい甥っ子。で、甥っ子なんか今、学校で一番バカみたいなんですよ。点数とか。で、僕は、よく甥っ子に、甥っ子まだ何歳、小学校5年生とか4年生ぐらいなんですけど、なんかもう、小学校5年生から起業しろよとかよく言うんですよ。パソコン買って、自分でブログ書いたりとか、YouTube 撮ったりとか、自分で情報発信してけって、すごい言うんですよ。でもそういうこと言うと、うちの母親とかが、変なこと吹き込むな、みたいなこと言ってきて、子供は子供なんだから、じっとさせとけ、みたいなことすごい言われるんですよね。完全に道間違えた、最悪。そう。いや、それだから、ずっと、うちも、すごい貧乏の家系で、母親も、あと、母親、親父とかも、みんな貧乏で、兄貴、弟。で、やっぱり、そういった起業とか自分で何か行動を起こすってことが、もう一切できない家系だったので、やっぱり、甥っ子とかには、なんか自分でちゃんと僕みたいに考えてもらって、自分で行動して、なんか自分でコンテンツとか作って、自分で発信者側になってですね、なんかやってってほしいなってすげえ思ってるんですよ。だからいつも甥っ子にはもう、小学校6年とかなったら、もうパソコン、Mac 買いなとか。で、あと普通にゲーム好きなんで、やっぱりスイッチとか。だからそういう時にも YouTube、スイッチやるんだったら、パソコンで画面録画しながら、で、僕がマイクとか、やっぱり買ってあげるんで、甥っ子に、マイク買ってあげるんで、やれって感じですよね。情報発信を。要は、あれですよ。ゲーム配信やれって思うんですよ。毎日何時間もやってるんですよ、ゲーム。何時間っていうともう、
何時間だろう。本当にもう起きた瞬間から寝る瞬間まで、任天堂スイッチやってるんですよ、今。で、それやるんだったら、動画って普通に10分、20分ぐらいだったら簡単に撮れちゃうんですよ。あの、サイト使っちゃえば、サイトっていうか、Mac の、要はあの、配信ソフトって、アバーメディアっていうのがあるんですよ。ゲーム配信するために、あの、アバーメディアっていう、録画ができる、なんかあるんですよ。その、録画の、なんか機械があるんですよ。アバーメディアってアマゾンとかで検索すると、確か2万円から3万円ぐらいで買えたので、で、僕もそれ1、2年前ぐらいに買って1回ゲーム配信とかもやろうと思ってて、まあ、やったことあるんですけども、超失敗してできなかったんですけど、だからせっかく甥っ子とかゲーム好きだったら、今のうちに、要は小学校5年生から毎日ゲームを投稿してますって、例えば2年間とかやってたら、あの、めちゃくちゃすごいコンテンツなんですよ。コンテンツになるんですよ。だって、小学校5年生から中学校1年生まで2年間毎日配信してますって言ったら、それだけでもブランド化されるんですよ。例えば就活したとしても、例えば22歳で大学卒業して就活をしたとしても、要は小学校5年から毎日 YouTube 投稿してますとか、あの、YouTube チャンネル登録者数、例えばそのくらいからやってれば多分数万人とか行くと思うんですよ。3万人とか2万人とか。で、例えばその、面接の時に、あの、僕 YouTube やってて、とか登録者2万人いますとか。で、自分のコンテンツ、自分の商材とか、自分の教材作ったりとかして、で、あの、ちゃんと収益、報酬ももらってますとか言えば、多分全然簡単に受かると思うんですよね。そういった就活とかも。だから要は今のうちからちゃんと情報発信を覚えて、あの、やっていかないと、毎日ブログ書いてます。小学校4年生から、あの、中学校3年生の4年間まで毎日ブログ書いてますって言ったら、それだけでも、あの、日本一の小学生通過になるんですよ。4年間もうやってますみたいな感じの人間になるんですよ。それだけでも簡単に、あの、就活とか、簡単に受かりますからね、絶対。絶対簡単に受かりますから、それだけで。あ、もう、喋ってたらもう全然違う道来た。最悪。どこだよ、ここ。え、マジでどこだ、ここ。うわ、もうわからん。いつもあの、スマホのナビで音声聞いてるんですよ。あ、こっち、あっち、みたいな。でも今、ちょっとあの、ラジオにしちゃったんで、スマホの音声やると、ちょっと、あ、ここか、みたいな。お前んちここかみたいなことになっちゃうんだよ。まあ別になってもいいんですけどね、全然。ちょっとなっちゃうんでやらなかったんですけど、ちょっとここどこだマジで。全然わからん。あー、はいはい。はい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 。ここか。とんでもないとこ来ちゃったな、これ。あれ？これどこマジ？これあっち行けたっけ俺。そう。だから多分今 YouTube 聞いてる方でお子さんとかいらっしゃる方今たくさんいらっしゃると思うんですけど、例えばお子さんが小学校3年生だとするじゃないですか。で、結構子供って普通に頭いいですからね、ほんと。子供ってもう普通に頭いいんで、あの、小学校3年生とかでも、多分、何でもできちゃうんですよ、本当に。あ、完全に道間違えた。最悪。どこ？そう。だからもし僕に子供がいて今、小学校2年生とかだったら、もう絶対インターネットビジネスさせますね。もう絶対させますね。で、例えば今、8歳でインターネットビジネスやりましたってなった時に、要は18歳になった時にビジネス歴10年になるんですよ、18歳で。そうしたらもう最強の人間出来上がると思うんで。
ブログも何百記事あって、動画も何百動画あって、で、自分のコンテンツも何百個ってあって、だから例えば、まあ、物販とか転売とか、要は原理原則の安く買って高く売るさえできてしまえば、出品数っていうのも普通に何万点っていうのがあると思いますので、それだけでも18歳になった時に、要はビジネス10年間やってますみたいな、そういった人間ができるんですよ。だから要は卓球とか、なんかテニスとかでも、日本一、世界一とかになれるぐらいだったら、全然スポーツとかやってもらった方がいいと思うんですけど、それってめちゃくちゃハードル高いと思うんですよね。だってもう、何万分要はすごい確率じゃないですか。ビジネスじゃなくて、スポーツ選手で、要はサッカーとかだと、例えば、サッカーのゴールキーパーって日本代表でも3人とか数人とかじゃないですか。で、正ゴールキーパーがいて、で、サブがいて、サブのサブがいるみたいな感じですよね。そうすると、多分めちゃくちゃハードル高いと思うんですよ。サッカー選手のフォワードとか、要はピッチャーとかも、日本代表のピッチャーとかになるのも、もうめちゃめちゃハードル高いと思うんですよね。これ右かな？マジでわかんねえ。どこここ？右っぽいな。右かなこれ。いいや、まっすぐ行くわかんねえから。そう、なんか右くせえな。まあいいや。だからそのめちゃめちゃハードル高いと思うんですよ、スポーツ選手になるみたいな。子供の時から要はバレエとか、な、踊る方のバレエですよね、バレエダンサーにしたいとか、もうめちゃめちゃハードル高いと思うんですよ。スケート選手とかフィギュアスケートとかって、もう頂点中の頂点だと思うんですよ。でもただ年収1億円とかって考えると、日本で年収1億円以上の人って要はたくさんいるわけじゃないですか。だからそっちを目指した方が多分いいと思うんですよね。年収1億円とかを目指すみたいな感じとか、要は社長になったりとか、自分で起業するとか、スポーツ選手とか、そういった高いハードルとかじゃなくて、でも僕だったら絶対ビジネスをやらせますね。ビジネスやってもらって、で、そこで本当社長とかなってもらったりとか、よく YouTube で両学長とか言うじゃないですか。僕結構好きで毎日、あの方すごいギブ精神がすごくって、どんなに有料な情報でもほとんど無料で教えてくれたりとか、喋りも上手いし、テンポもいいし、めちゃくちゃ勉強になるんですよ。両学長っていうライオンのマスコットの人いるんですけど、結構多分勉強系の YouTube 聞いてる人だったら、両学長ねみたいな、あの人すごいよねっていう共感できると思うんですけど、すごいですよ本当にあの人。なんで、そう、それでなんか両学長みたいになってほしいですね。ちゃんと例えば自分の周りにいる人はみんな幸せになってもらったりとか、要は最初自分が幸せにならないと人を幸せにすることっていうのは無理だと思いますので、まずは自分で、まあ、おいくとか、その、10歳とか、小学校の人、自分で幸せになってもらって、で、そこで、やっぱ、あとギブですよね。どれだけ周りにギブして、で、どれだけ、まあ、社会に貢献できるかとか、結構ね、ギブの精神とかめっちゃ必要だと思うんですよ、これからの世の中って。だから、YouTube で結構、両学長とか、気になったらちょっと調べてみてください。めちゃくちゃ勉強になるんで、もう僕のチャンネルなんか比べ物にならないぐらい、すごいいいチャンネルなんで。まあ僕も結構、そうですね、結構いろんなこと喋ったりとかしてるんですけど、はい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 、ここね。なんかちょっと分かってきたぞ、場所。ここ。いや、でもここやっぱ違う。ダメだ、喋りながら行くと全然道が、頭がこんがらがって分かんなくなっちゃうの、これ。マジか。なんか事故れそうな気がするな、これ。
ちょっともう、やめようかな。自分がいつも運転してる道だったら、もう慣れちゃってていいんですけど、この道、間違えて初めて入っちゃった道なんで、しかもまだ東京なんですよ。ギリ東京みたいな。埼玉まで行くまでのギリ東京。だからギリ東京だとまだちょっと車が多かったりとか、なんか人とか多いので、なんかとりあえず埼玉県に突入したいですね、早く。まだギリ東京なんで、ここ。あー、ここどこだろう。え、これ左、右行けないの？どういうこと？あ、もう完全にミスった。最悪。どこだろう、ここ。そう。だからまあ、やっぱり早いうちビジネスやらせた方がいいと思いますね。その実家に帰った時もうちの母親が、なんかおいっ子、今学校で一番、なんか点数とか悪くって、な学校で一番、クラスで一番っていうか、学年で一番なんかバカみたいなんですよ。で、僕おいっ子とよく、結構仲いいんで喋ったりとかするんですけど、もう全然バカじゃないですよ。むしろ頭いいですよ、うちの本当甥っ子は。でも僕以外は甥っ子のこと全員多分本当バカだと思ってるんですよ。これがその人をダメにする思考パターンなんですよ。要はその本人以外がみんなあこいつバカなんだなみたいな感じで、なんかニュアンスとか思わせぶりとか出しちゃうと、あ、僕ってバカなんだみたいな、じゃ勉強しても意味ないじゃんみたいな、そういう思考回路になっちゃってるんですよ、すでに。だからすでになんか負け意識みたいなのがついてるんですよ、頭の中に。もう勉強したくないみたいな、なんか将来の夢は別にないみたいな感じの、なんかゲームしてたいみたいな、そんな意識になっちゃってるんですよ、甥っ子頭の中で。で、それは多分うちの母親であったりとか両親だったりとか、まあ甥っ子のその、あ、分かった、多分、あー、分かった、ここね、はいはいはい、いつもの道に出られた、やっと。あ、ここに出るんだ。そうだからダメなんですよ、全部川、あ、ここかな、あ、違う、もう一個あっちだ、ああ、はい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 。あ、ここね。そう。あ、もう分かった。ちょっと一回バックしとこうかな。で、甥っ子、まあ、うちの甥っ子の話に戻るんですけど、なんかまあ、昔の僕に似てるっていうか、昔の僕の兄弟、なんか結局なんか血筋なんだなと思いましたね。なんかもう子供の時から勉強もしたく、みんなバカだったんですよ。うちの兄弟3人とも男3人なんですけど、みんな超バカで勉強一切できなくって、で、特に何も考えずに生きてたみたいな感じの3人だったんですよ。で、結構その血筋で、うちの親父も、まあ仕事すごい頑張ってる人で、頑張ってるけどなんか自分からは特になんか、起業しろとか勉強しろとか自己投資しろとか本読めとか、そういったことは一言も言われたことなかったですね。やっぱそれは必要性に気づいてないからであって、まあほんと血筋なんだなって。で、その小学校の甥っ子とかと話してても、やっぱりもう負け癖っていうのがついてるんですよ、昔の僕らみたいに。その負け癖っていうのはもう勉強もしても意味ないじゃんみたいな。なんかもう何もしたくない。で、18歳になったら別に大学も専門学校も行かないし、もう就職するみたいな、そんな感じになって、なっちゃってるんですよ。で、僕と、よく2人でドライブするときに、僕が一番好きなビジネスの情報発信の人を流してるんですけど、で、甥っ子がそれ聞いてて、なんか楽しいとか言ってくれるんですよ。あ、この人楽しいね、みたいな。あ、またあの人聞こうよみたいな。これビジネス系 YouTuber ですよ。その、僕一番尊敬っていうか一番モデリングしてる人がいて、で、その人いつも聞いてるときに、なんか甥っ子が、この人面白いねみたいな。その人なんか20歳で何億円とか稼いで、自分で情報
発信とか YouTube やって、起業した人なんですけど、で、僕はもう、僕がこの年でその人を聞いてるのと、10歳の甥っ子が聞いてるのだと、天と地ほど違うわけなんですよ。だから10歳からそういったためになる YouTube を、聞かせるだけで、めちゃくちゃ頭いい人間に育つと思いますよ。要は頭がいい人間が育つってことは、人と違うことをやってるってことなんですよ。何が大事かっていうと、差別化ですね、差別化。だから商品を売るときにも、売るためには差別化って必要じゃないですか。値下げとかじゃなくて差別化が必要なんですよ。あと YouTube で伸びる人も、ちゃんとその人とは違うやり方をやってる差別化をちゃんとしてますよね。で、人生においてももちろん差別化ってすごい、大事だと思いまして、で、10歳から YouTube を聞いたりとか、ビジネス系の勉強したりとか、そんな10歳って世の中いないじゃないですか。だって10歳なんて、毎日ゲームしてますからね。毎日ゲームして、ずーっとゲームしてますから。でも、そのゲームしてるのって、僕、よくよく考えたんですけど、ゲームが楽しいからやってるわけじゃないんですよ。実は彼らって。子供って実はめちゃくちゃ頭良くて、僕、Mac 使ってるんですけど、パソコンの使い方とか一回教えたことがあって、指でこう Mac ってマウスがなかったらできるんですけど、もう一瞬で覚えて、YouTube とか自分で見出してたんですよ。もう、ボタンのやり方とか、指のこう動かし方とか、もう本当に一瞬で覚えて、しかも記憶力がめっちゃいいんですよ、子供って。なんか普通に車の自分家のナンバープレートを覚えてたりとか、なんか僕よりも全然記憶力良くて、しかも一瞬で覚えられるんですよ、その物事って。で、子供って実はすごく、なんかまだ子供じゃんとか、まだ頭できてないじゃんみたいなこと思うと思うんですけど、でも僕のこの視点から、自分がこういろいろ勉強して、で、いろんな人たちとか結構見てきたりとか、いろんな、情報に触れて思ったことは、で、子供って実はめちゃめちゃ頭いいんだなって、全然バカとかじゃないんだなって思ったんですよ。だって昔江戸時代とかってもう子供って大人じゃないですか。だって別に日本人がなんか成人とか勝手に決めただけであって、別に成人になったから頭が大人になったとかじゃないと思うんですよ。だって昔の子供だって戦とか知ってたと思うんですよね。で、実際にその10歳の甥っ子と喋ってて、まあ、10歳か何歳か分かんないんですけど、9歳か。喋ってるとめちゃくちゃ頭いいんですよ。記憶力いい、物事はいいし、で、今のゲームってスイッチとかプレステ4やったことある方って分かると思うんですけど、ボタンめちゃくちゃ多いじゃないですか。昔のスーパーファミコンって、A、B、なんだ、X、Y ですよね。で、頭に LR みたいな。これしかボタンないんですよ、昔のゲームって。でも、任天堂スイッチめちゃめちゃボタンありますからね。めちゃめちゃボタンありますからね、任天堂スイッチ。だから、めちゃくちゃ頭いいんです。どんどん頭良くなっていくんですよ。スマホもすぐ覚えて、任天堂のゲームできて、子供の時から。要は、インターネットリテラシーがめちゃめちゃ高い状態からスタートできてるんですよ。子供って。だってもう5歳とかから YouTube 見るじゃないですか、結構。そうすると、インターネットリテラシーめちゃめちゃ高いので、多分、40歳、50歳の人が例えば YouTube で最初苦労したとしても、子供、6歳とか7歳の子供の方が、下手したら全然すぐ覚えちゃうんじゃないかなとはありますね、パソコンとか。だから要は10歳ぐらいまで年いっちゃうと、なんかめちゃめちゃ頭いいんですよ、今の子供って。インターネットリテラシーがめちゃめちゃ高いんで、パソコンとかスマホとかすぐ覚えちゃうんですよね。で、僕もそのパソコンいじらせた時に、もう一瞬で覚えて、パソコンのやり方。めちゃめちゃ頭いいじゃん、みたいな。でも、要は小学校の大人たちって、小学生がいる大人たちとか、おじいちゃんおばあちゃんっていうのは、頭の良さっていうのは、もう、マクロの視点で言うと、大きな視点で言うと、学校の点数しか見てないんですよ。いや、マジでそこダメだな、みたいな、思いますね。マジ何なの本当に。そんな視点で見るな、人間をって本当思いますね。何学校の点数、学校の点数っていうのは、実は全部暗記なんですよ。
日本の学校って、日本の教育ってすごい今レベルが低くって、暗記をするといい点数が取れるんですよ。要は社会の年号も暗記、漢字も暗記、数学だったら公式ができれば暗記、あと例えば理科だったら水素とか H2O とか二酸化炭素とかありますよね。あれも暗記じゃないですか。で、あと理科、社会、あと英語も暗記ですよね。結局単語も暗記。だから本当はなんか英会話とかでアウトプットで会話とかして、その想像力を働かせながら点数を取れるやつとかだったらすごく頭とかも伸びると思うんですけど、今の日本の教育っていうのは全部暗記ができれば点数が取れちゃうんですよ。で、結局暗記ができる人がいい大学とかに行って、いい会社に行くみたいな流れになってるじゃないですか、今。暗記さえできれば。でもこれも結構気づかない人が多くって、要は点数でしか頭の良しって見てないんですよ。めちゃめちゃもう僕は頭超バカですよね。点数で頭いいとか悪いとか判断すんなよって思うんですけど、で、僕の家族とか、その甥っ子の両親とかは、僕の甥っ子のことを相当バカだと思ってるんですよ。いや、こっちからしたらマジふざけんなって思いますね。なんか、自分の子供だし、すごい可愛いんですよ。懐いてて。懐いてて、僕にすごい懐いてて、なんか僕がこう、東京から帰ってくると、部屋に、なんか来てくれて、こう一緒にゲームとかするんですけど、でゲームしてる時も結局僕一緒に動画撮ったりとかで、休みの日に田舎ですごいお気に入りのカフェがあるので、僕いつもそこでパソコン作業をしてるんですよ、3時間ぐらい。でその時一緒に甥っ子も連れてって、で甥っ子はずっとゲームしてるんですけど、でもやっぱり背中に見せてるじゃないですか、パソコンでこう仕事をすることできるんだよっていう作業風景とかがずっと見えてるんですよ、その子供には。でも例えばその甥っ子の親父とかが背中でずっとスマホゲームとか、まあぶっちゃけ言うとずっとスマホゲームやってるんですよ、甥っ子の親父は。まあ僕の兄貴なんですけど、いまだにパズドラと、なんかなんだっけ、あれ、パズドラとモンストやってるみたいで、しかもなんかバンバン課金してるみたいな。で、なんか最近だったらなんかちょっとボートレースも行っちゃうみたいな、うちの親父と。いや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 、それでなんか子供が点数悪かったらバカとか勉強しろとか、いや、おめえが勉強しろって思いますね、本当に。で、うちの母親なんて、なんか僕がなんか、甥っ子に、なんかもうすぐ起業しろとか、なんか自分で考えてやれとか、なんか、パソコン買えとか、すごい言うんですよ。10歳からやれってちゃんと。だって今も絶望っていうか、別に、なんだろう、なんか趣味があったらいいですよ。テニスやってて、テニスで日本一になりたいとか、ボクシングやってて、ベルト取りたいとか、そういった夢があるんだったら、もう全力で応援するんですけど、なんか、ただやることがないからゲームしてるっていう状況になってるので、もうやることがないからゲームしてるんですよ、子供って実は。ワクワクしないから。だから要は引きこもりとかも結局ワクワクしないから引きこもっちゃうと思うんですよ。僕の実家の隣の家が、高校卒業してからずっと一切仕事してないみたいな人が住んでて、まあ、僕の普通にその昔の後輩に当たるんですかね。なんか班が一緒だったんですよ、その通学路の班とかが。一日中家にいるわけですよ、引きこもってて。だから一日中家にあったらめちゃめちゃ時間あるじゃないですか。で、ネットビジネスを覚えちゃえば、いや、めちゃめちゃ稼げるじゃないですか。でもそれを気づかないわけなんですよ。でも気づく気づかないとっていうのがすごい人生においてその分岐点になるので、どうやって人が気づくかっていうのは、新しい情報に触れないと気づかないんですよ、その発見。だから要は、あの人すごい稼いでるねとか、なんかいつも新しい情報を持ってくるねっていう人は、新しい情報に触れてるから、新しい情報を発信できるんですよ。だからアイデア生まれる人っていうのは、新しい情報に触れてるからアイデアがどんどん生まれるんですよ。新しい情報に触れないとアイデア絶対生まれないですからね。
そう、まあ、ちょっと話戻って、甥っ子は一番点数がなんか学校でバカみたいな感じで、なんか家族全員甥っ子のことバカだと思ってて、で、僕はもう、甥っ子と喋ってると、めちゃめちゃ頭いいんですよ、と思って。いや、マジで頭いいなっていつも言ってますもん。もう、記憶力もいいし、判断能力もいいし、で、うちの甥っ子なんてゲーム、タブレットやりながらスイッチやってるんですよ。行かれてますよね。タブレット横に置いて、左に Nintendo Switch の、Nintendo Switch って取れると携帯版になるじゃないですか。要は両方持ち運びできるちっちゃいデバイスになるんですけど、タブレットやりながら、Nintendo Switch やってるんですよ。いや、めちゃめちゃ頭良くないですか？で、そういうことを気づかないで、普通の視点でに、親とかが見ちゃうと、タブレットもやりながらゲームやってるなんて、こいつめちゃめちゃバカじゃんみたいな。なんかイカれてると思うと思うんですよ、普通の人って。でも僕から見たら逆に、めちゃめちゃ才能あるなって思うんですよね。何かをやりながら何かをやるってことは、頭めちゃめちゃ使わないとできないんですよ。あれやりながら今度こっちをこれやるみたいな。で、その思考回路をもう10歳の時はできちゃってるんですよ。めちゃくちゃ頭良くないですか？で、しかもビジネスの YouTube とか聞かせると、僕がいつも聞いてるんで、またこの人ね、みたいな、この人面白いよね、みたいなこといつも言ってくれて、で、僕もどんどん今洗脳させてるんですよ。なんかもう若い時、若い時っていうのは今から起業しろみたいな、今から自分で稼げみたいなこと言ってるんですけど、今例えば10歳だとしたら、10歳で僕が普通に教えたら、5年間あれば余裕で月収100万ぐらいだったら、もう余裕で稼げられますね。これなんで稼げるかっていうと、差別化ができるんですよ。例えば、10歳で情報発信とかマネタイズ、要はインターネットビジネスに参入しましたっていう10歳って世の中にいないじゃないですか。そうするとそれだけで日本で一番早めに始めたネットビジネスとか、要は他の例えば、まあ他の小学生とかと比べると完全に差別化できるんですよ。で、それと差別化をしていくと他のインフルエンサーがこの10歳すごいってなるんですよ。この10歳は10歳で起業して、月収で例えば最初1万円稼いでるとか、10歳が月収3万円稼ぐ時代だみたいな感じで、例えば学ぶさんとか池原さんとかいると思うんですけど、そういった有名なインフルエンサーたちが10歳で起業して2年間くらいコツコツやって、例えば月収10万円稼ぎますってなると、絶対に他のインフルエンサーの人が取り上げてくれるんですよ。SNS とか Twitter とかインスタ、YouTube とかで。で、その人たちが例えばフォロワー10万人とか30万人とかいると、その10歳の子供の、コンテンツっていうのが一気に30万人とかに拡散されることになるんですよ。で、そこで拡散されて、その10歳の子供が、10歳で勉強したきっかけとかビジネスをしたきっかけ、10歳でも3万円稼げる方法っていうコンテンツを、例えば2万円とかで出すんですよ。そうすると、30万人いると、いたとして、2万円で出して、もし、300人買ってくれたら、それだけで月収600万円の売り上げになるんですよ。そうすると、まあ、12歳で月収600万円稼いだ、日本一の小学生、中学生1年生とかになると思うんで、そうすると、他のインフルエンサーとかが、また、取り上げるんですよ。例えば、ホリエモンとかいるじゃないですか。ホリエモンとか、小玉ゆむとか、与沢翼さんとか、いろいろいるじゃないですか、世の中。取り上げてる人が。で、その取り上げてる人たちが、12歳で月収600万円稼いだ、なんちゃら、みたいな感じで、こう取り上げると、もうそこでその人たちの仲間入りみたいな感じでできちゃうんですよ。そうすると、また、そこでインフルエンサーの人たちが、その子供のことをですね、広めてくれるので、そこでまた自分の商材とか教材とかを、要は5万円とか10万円のものを作って、で、そこで、例えば50万人の人に、自分の商材がこう行き渡れば、もしかしたら1000人の人が買ってくれるじゃないですか、かもしれないじゃないですか、50万人中1000人。で、1000人の人が買ってくれて20万円の商材だったら、いくらですか？ 2 億とか？
ですか。多分。だから、月に2億円、月に多く稼ぐ小学生とか中学生みたいな感じになったら、もうそれだけでインフルエンサーになれちゃうんですよ、その子供って。で、その子供がもしインフルエンサーになったとしたら、あとはその子供たち、子供にフォロワーっていうのは、例えば、もうその職場に行ったら簡単にもう100万、200万、300万人ぐらいのフォロワーっていうのがいますので、あとはもう何やっても、もう何やってもこけることないですね。YouTube でやって、その、超稼ぐ子供が喋ってるだけで、いろんな人が見てくれて、まず YouTube の広告作るじゃないですか。で、そいつが、子供が自分のコンテンツとかを作って、で、普通に販売すれば、もう何千人っていう人が買ってくれますよね。まあ、それだけで人生の差別化ってできるんですよ。で、両学長も、確か、10代で起業して、確か10代で何億円で稼いだ人で、で、それからもうずっと起業してるっていう人なんですけど、で、でもその方って確か、親がすごい、なんかそういった教育をしてたみたいで、両学長に、なんか自分で考えて行動しろとか、なんかそういった、確か親御さんで、だからやっぱり血筋って本当にあるんだなって思って、なんか、似てるんですよね、うちの兄弟、三人兄弟とその、甥っ子が。考え方とか、行動、勉強とか、もう全部もう生き写しみたいな感じになってて、うちのその、子供とかが、あ、甥っ子がですね、なんかもう全部生き写しみたいな感じになってて、前はパトカーいるよ、こう。そう、なんか見てると、あ、このまんま行ったらやばいな、みたいな。いや、二の前になるぞ、みたいな。三人の兄弟も二の前になるぞ、と思って。嫌なんですよ、僕からしたら。せっかく僕が今 YouTube 撮ったりとか、自分で稼いだりとか、要はその一族からこう脱却できたんですよ。その、なんかうち結構公務員が多くて、めちゃめちゃ公務員が多くて、家系っていうか一族が。なので、その僕ぐらいしかいないんですよ、このなんか、インターネット使ってなんかいろいろやってるやつって。普通にネットで毎日稼いでるやつって僕しかいないんですけど、でも、甥っ子見てると多分これ二の前になるな、うちの一族の二の前になるなってすごい思ってて、まあ、それだったら僕はもう10歳で要は、起業までいかないですけど、10歳で個人事業主みたいな感じで、なんかブログ書いたりとか。だってブログ書くなんて僕はその、ワードプレスでブログの、仕組みとかワードプレスバックさえ作っちゃえば、あと更新してるだけなんで文字打って、更新したりとか、YouTube の撮り方とかもすごい簡単なんで実際で、タブレットとか持ってるんで、親のタブレットとか持ってるんで、例えばタブレットで動画撮ったりとか、そんな普通にできるんですよ。別に外の野良猫撮ってもいいし、タンポポ撮ってもいいし、蝶々撮ってもいいし、でもその蝶々とか例えば1000本とか撮っただけでも、ある程度アクセスっていうのが集まるので、そこだけでも、1000本撮ってる小学生と1000本撮ってない小学生だったら、絶対差別化できて、1000本撮ってる小学生の方が、めちゃめちゃ業界的に注目されるじゃないですか。だからまあ、そんな感じっすよね。もう今のうちに差別化して、その、なんか同じ道を歩んでほしくないっすね。だから僕も、もう本当に11歳ぐらいから勉強したかったっすもん、今みたいに。ちゃんとインプットして本読んで、音声学習したりとか、なんか自分のコンテンツ、メディアが持てるってすごいですからね、今の時代。だからメディアが持てちゃうんですよ、今の時代。だから、勉強しないとダメなんですよ。メディアを持つってことはどういうかって言ったら、要は今までってテレビとか、ラジオとかっていうのは一部の人間でしか扱えなかったんですよ。要は例えばテレビ CM とかめちゃめちゃ高いじゃないですか。で、ラジオとかだって一部の人間、要は有名人しか出演できないわけじゃないですか。でも今の時代ってメディア誰でも持てちゃうんですよ。YouTube だって一つの YouTube チャンネルっていうので、もう一つの放送局みたいなもんなんですよ。ヒカキンとかだって一つの放送局でやってたら、普通にすごい影響力じゃないですか。
ブロガーとか YouTuber とかっていうのは、一個人がメディアを持てちゃう時代なんですよ、今って。しかも、無料で持てちゃうんですよ。ブログも別に無料で書けるし、アメブロとか、ハテブとかあるじゃないですか、ハテナブログとか。で、動画だって YouTube アップロードするのって Google のアカウントがあれば無料でできるし、あとは別に、なんすかね、ココナラとか、Twitter とか、Facebook、インスタっていうのも、全部無料で、解説できちゃうんですよ。だから自分が、その発信者側に誰でもなれる時代なので、だから勉強すればするほど、勉強して、インプットしまくって、アウトプットしまくってる人が、今、成功してて、富を築いてるようなもんなんですよ。だって、ヒカキンはじめ社長とかだって、毎日ちゃんと人が集まるような動画を考えて、で、毎日、炎上しても、ちゃんと動画アップしたりとか、なんか次は何がいいかなとか、多分毎日すごい考えてるんですよ。あ、これこっちか。そう。はいはい、この道ね。だから今の時代は一個人がもうコンテンツを持てる時代になるので、勉強してその人が喜ぶコンテンツ、人が参考になるコンテンツっていうのを作っちゃえば、そこに人が集まるので、まあ自分が要はブランド化されて、でメディアを持てて発信ができるっていう形になるので、だからもうそうですね、小学生からそういうのやってるとマジで最強の人間になりますね。でも、もう結構ひどいっすね、今の親っていうか、まあ、うちの兄貴とかもまあひどいっすね、うちの母親も。なんかもう、そりゃ、なんか、やばいっすよ。言わないでしょ、一番頭悪いとか。マジで。いや、めちゃめちゃ頭いいから、こっちからしたら、今の小学生ってめちゃめちゃ頭いいんすよ。頭悪くしてるのは全部親の責任だと思うんですよ。親とかばあちゃんとかじいちゃんとか。で、うちのばあちゃん、うちの母親も、おいっ子のことも、なんか一番頭が悪いみたいなこと言ってて、いや、お前が頭悪いわと思って、そんなこと言うとダメなんだよと思うんですよね。なんか、ちすじですよ、ちすじ。ほんとに。昔の自分たちが見ていたような小学生時代を見ていて、いや、ちすじは怖いなと思いますね。血筋は怖いっすね。だ、変なことを教えるなってなんだよね、マジで。母親はそういうこと言うんすよ。僕が甥っ子になんか自分で勉強しろとか、なんか稼げるように今のうちに本を読めとか、YouTube を、例えばエンタメ系の YouTube 聞くんだったら、たまには、僕が聞いてるビジネス系の YouTube とか聞けば、それって勉強にも活かせるんですよ、もちろん。ビジネスと勉強なんて似てるってか同じじゃないですか。要領を掴んで、で、その要領に、解いていくみたいな感じだと思うんですよ。で、あとはビジネス系の勉強すると時間の使い方とか効率化とか、その記憶力アップ方法とか、あと例えば断捨離とかすると、ミニマリスト系の発想になると、自分の周りのものを減らせば、100% 上がるんですよ。そういうことっていうのを勉強するからこそ、あ、じゃあ、家のものを減らそうかなとか、そういった思考になるんですよ。だから勉強できない環境を作ってるっていうのは、それも全部親の責任で、なんか部屋が例えばごちゃごちゃしてるとか、ゲームとか漫画が、おもちゃとかが大量にその辺に散らばってるとか、要は勉強しろって言っても、要は子供って、他のそういったあれですよ、注意力が妨げるものがあるとそっちに行っちゃうんですよ。その考え方、注意力っていうのが素直なんで、だから逆にその素直さを利用すれば、何もない空間でその勉強道具だけがあれば勉強しかできない環境に行かせるんですよ。そうする
るともう勉強やるしかないじゃないですか。だから子供って暇だったら何かしたいんで。で、勉強道具だけしかあったら勉強するしかないんで。これビジネスも一緒で、僕もあの昔、家だと絶対仕事できなかったんですよ。家だと仕事できないんで、例えば、何もない環境に飛び込む。まあ、要はパソコンを持ってカフェに行くとか、パソコンを持ってファミレス行ったりとか、マック行ったりとかすると、その環境でしかできないんですよ。だから、その環境を作ってあげるためには、その環境がどれほど重要かっていうことを親が認識しないと、その環境で作れないんですよ。じゃあ何がいけないかっていうと、親が勉強してないことがいけないんですよ。もう。ね、うちの、まあ、まあ、いつも、悪く言うとあれなんですけど、うちの兄貴とかは、もう未だにスマホゲームずっとやってて、もう、なんかずっと、甥っ子がよく聞くんですよ、甥っ子に。あれ、あいつまだスマホゲームやってんのみたいな。あ、そうしたらまだなんか、やってるよ、みたいな。一日中やってるよ、みたいなこと言ってて、いや、マジかよ、こいつ、みたいな。もうめちゃめちゃ不景気だぞ、と思って。こんな不景気で、スマホゲームなんかやんないで、勉強しろよって思ったりとか。eBay のやり方とかで、僕はeBay とかだったら簡単にすぐマネタイズできる自信あるんで、まあ、例えば転売とか、やりたいっていうんだったら全然教えるし、兄弟なんで、まあ、何のパソコンがいいとか言われたら全然教えるし、そのインターネットスキル身につけたいっていうんだったら、別に全然教えるので、なんか別に言えばいいんですけど、別にそういったことも言ってこないんで。で、一回言ったことあるんですよ。昔、車、迎えに来てもらった時に、なんか、副業でもやればって一回言ったことあったら、ちょっと逆切れっぽく、なんか、忙しいからできるわけねえだろ、みたいなこと言ってきて、お前なんか、スマホゲームやってんじゃねえかよ、毎日とか思って。こいつマジふざけんなと思って。で、普通にお盆休みとかあるんですよ。一週間休みとか、年末年始で、なんか、休みとか、あと、ゴールデンウィークの休みとかが全然ある職業柄なんですよ。要はカレンダー通りの、働き方をしてるので、ちゃんと。そうすると、いや、時間めちゃめちゃあるんや、みたいな感じになっちゃってるんですよね、今。で、例えば、見ると、なんか家でこう、ゴロゴロゲームしてたりとか、寝っ転がったりとかしてるわけなんですよ。その家とか、実家の後ろに家建てたんで見に行くと。まあ、こいつマジか、みたいな。で、家、部屋いっぱい、一軒家建てたんで部屋いっぱいあるじゃないですか。いや、一個の部屋をビジネスの部屋にしろよ。自己投資しろよと思いますよね。勉強しろみたいなって、ほんと思いますね。勉強しろ、勉強しろって。だからまあ、だから甥っ子もね、すごいんですよ。なんか、会うと、なんか僕が、親父だったらよかったみたいなこと言ってて。そうそう。なんか僕が親父だったらよかったみたいなこと言うんすよ、たまに。謎っすよね。それ言ったら終わり、それ言ったら親父終わりやで。終わりやど、本当に。なんか僕が親父だったらよかったな、みたいなこと言うんすよ、よく。で、僕も一切ゲームやめろとか言わないんすけど、なんか、それでゲームすごいできるってことは、集中力めちゃめちゃ高いんですよ。でもその集中力高いってことは、ワクワクすることに対して、集中力を発揮するんですよ、子供って。だから僕が今例えば、そのネットビジネスとか、その自己投資したりとか勉強することにワクワクしてるからこそ、運転しながらこう喋ってたりとか、いつも YouTube でインプットしたりとか、こうブログ書いたり、コンテンツ作ったりしてて、もうワクワクしてるからずっとできるんですよ。でも子供ってワクワクすることがゲームしかないから、ゲームをずっとするんですよ。だから例えばもしうまいこと言って、10歳の時から、なんかブログ作るのワクワクするとか、なんか動画編集めっちゃワクワクするとか、毎日 YouTube 上げるのってめっちゃ面白いねってなれば、要はそこで論点変えちゃえば、そこでそれがワクワクするんですよ。それをワクワクさせることをまずやって、だから勉強すること、新しい知識を得ることをワクワクさせることに成功させれば、めちゃめちゃ多分すごい子供になりますね、今のうちから。要は、これ10年前とかだとできなかったんですよ。10年前の子供っていうのは YouTube とかも別に発達してなかったし、本読むことってハードル高いので、あんまりできなかったんですけど、今だったら、例えば親父がこう運転してて、で、勉強系の YouTube 流すだけで、勝手に耳に入ってくるんですよ。で、そこで子供がもし、あ、これなんか俺もやった方が得かもしんねえなとか思えば、
で、そうすると自分で聞くようになるじゃないですか。で、そうすると、なんか、自分で稼げるんだ、この世の中は、みたいな。なんか10代でも月収100万円とか稼げるんだとか思うじゃないですか。例えば高校生、15歳になったらバイトできるんで、なんかコンビニでバイトしようとか。そうすると、バイトするってことは結局、ネットでお金稼ごうがバイトしようが、金稼ぎには変わんないんですよ。でも、アッパーとか自己投資とかで考えると、あ、俺こっちの方が多分効率いいんじゃないかなって子供が思ったら、別にインターネットビジネスやればいいと思うんですよね。だからもうワクワクさせることがすごい重要で、で、僕もワクワクしてるから、こう、情報発信を続けてることとか、やってられるんかなって今喋りながら思いましたね。別にゲームが楽しいわけじゃないんですよ。ゲームが好きな人って。だって5年前のゲーム今やったら楽しいかって言われたら楽しいわけないじゃないですか。みんなやらないですよね、5年前のゲームなんて。だから、要は、ゲームが楽しいわけじゃないんですよ、その人たちって。なんかワクワクすることがないから、ゲームやっちゃうだけなんですよね。ああ、ちょっと、喋りすぎて喉乾いたから、コンビニ行こう。で、一回止めよう。1時間ぐらい喋った。これ、録画されてなかったらどうしよう。こんなに、なんかわけわかんないこといっぱい喋って。道も間違えたし。録画されてなかったらきついな。そう。だからまあ、まとめて言うと、この、最悪そう、車乗ってる時は本当危ないっすね。これ、アウトプットすると喋ってるだけでも危ないっすね。なんか一人ごとなんですけど、喋ってる時は危ないっす。あんまやめた方がいいっすね。もうやめよう。で、まあ、何しててもアウトプットできたりとか、毎日こう作業とかできるってことを伝えたかったことと、あと、まあ、子供はバカじゃないですね。子供めちゃめちゃ頭いいんで、インターネットリテラシー超高いんで、YouTube とか、すぐ覚えちゃうんで、パソコンとか。だから、その環境、なんかバカって思い込んでるのは、周りの全部せいなので、そこ変えていかないと、なんか、うちの甥っ子とかすごいかわいそうだなって思いますね。で、まあ、ちょっと、初めて車運転しながら喋ってたんで、もうめちゃくちゃまとまりなかったんですけど、今度なんか、チャリ乗りながら喋ったりとかもしたいと思うので、また、本当なんだろうな、マニアックの人だけ聞いてください。でも、全然、これなんでよみたいな感じになったら全然止めてもらっても構わないので、長い間ありがとうございました。で、また普通に LINE アットとかですね、YouTube でコメントとかいただければ、また僕も嬉しいので、よろしくお願いいたします。じゃあ、これからもよろしくお願いします。じゃあ、失礼します。